はい、まあ、その先発11人を送り込んで、ここで同時に起用しようという、その後半の11分です。自ら指示を与えて、そしてピッチに立ちます。その前にさあ日本感じているものがあると思います。入った時にメンバーのどういった特徴を生かしてやろうかということは当然考えてますし、相手のやっぱりこうプレイヤーの特徴ですよね、自分が入るであろうポジションの付近とかね、その辺は考えて入ってくると思います。そうですね。